彼女が高知出身です彼ひろゆきさんファンなのでコーチについてお話しいただけますでしょうか。あれですよねあの、毎日母さんの西原理恵子さんの出身地で、基本的には、あのえー、っと、交通事故の保険の請求額が一番多いのって、確かコーチですよね。まあし、確か四国のどっかだったで、コーチじゃないかもしれないですけど、確かあの四国のどっかで、その、 交通事故って本来であれば東京とかの方が多いじゃないかと思いがちなんですけどなぜか四国って交通事故の請求額一番多いんですよ。っていうので割とあのみんなで黙って悪いことしてちょろまかすっていう国民性なんじゃないかなと思ってあのすいませんコーチの人こうディスってしまいましたすいません。